この度作品を送っていただきましてありがとうございました、意味を 100% 理解できた作品が何作品あるか分かりませんが、自分なりの解釈を加えてどのぐらい人に伝わったのか考えてる最中です。以上です。やってみて、コミュニケーション取ってみてどう？多分ほとんど伝わってない。担当はアナとナバ。ナバ、ナバについてちょっと。ナバはすごく親切で、わからない言葉だったりとかの意味を何度も諦めずに教えてくれたりとか待ってくれたりする時間がすごくあって、なんかすごくケアしてもらったなと思ってます。ありがとうございました。どんな人だった？優しい人です。作品受け取ってこう展示してみて、感想を書く仕組みにしてたけど、あれはどういう？自分の一日からこう終わり最終日までの見え方と、その日一目見た時のその見に来てくれた人の感想との差を改めてナバに送りたいと思ってるんですけど、それを見てまたあの作品自体は無題だったと思うんですけど、その無題の作品についてナバが何を込めていたのか改めて反応を見て、その伝えたかった思いと伝わったことの差みたいなことでまた対話が続いていけばいいなと思ってます。最後ナバに一言。またね。コミュニケーション続いてきそうな。はあ、です。楽しかった？はい。はい、お疲れ様でした。